そう、傘ささずにね、小雨の中、外を歩いてたので、ちょっと前髪がね、終わってるんですけど。こんばんは。お疲れ様。来てくれてありがとう。いつもね、最近ちょっと夜遅くてごめんなさい。今毎日ね、外出ててね。今日もね、そう、今日もバンド練習ね、行ってきて。そうなの。今日も歌ってきたからさ。へへ。そう。みんな集中して。みんなね、集中してやってる。そうそうそう。これまではね、ちょっとそれぞれの仕事がね、ドタバタしてたりしてね、あんまり集まれなかったから、お披露目はまだ日程は決まってないというか、発表されてないよね。お楽しみに。みんなさ、そのどんぐらいみんなが弾けるかとか知らないじゃん。だからなんかすごい優越感よね。練習はね、1日に3時間ぐらい。今はもう個人で練習してる。個人で曲を作ったりというか、やったり、作ったりっていうのは、その演奏をするっていう意味。 その作詞作曲じゃなくて、で最後にちょっと合わせるぐらい。今はもう練習の日、練習してる。まあこれ以上言っちゃうと、これ以上言っちゃうとちょっと楽しみが半減しちゃうから。ちゃんとでもね、全員で5人で合わせてもやるよ。まあね、詳細が何も出てないし。まあお待ちよってところかな。私はね、普通にただのボーカル。 楽器は持たない。ヒノが今日機嫌がいいのは、まあ、ツイートしたんだけど、機嫌、大変機嫌がいいってツイートしたのは、全然今日メンバーに会ったからなんだけど。 なんかメンバーと会って、それで大変機嫌が良い。メンバーに会うと元気もらえるから。あ、そう、青がね、初めて、青が髪、初めてじゃない、青髪切って初めて会ったの。そう、こんぐらいになっててね。なんかでもね、すごい髪切ったメンバーを見るとさ、すごいなんか、人によるというか、最初は、なんだろう、違和感がある。別に似合う似合わないの話じゃなくて、違和感がある子の方が多いじゃない、髪切ってさ。なんか、お、短いっていう違和感、最初は目になじまないっていう、そういう違和感があるんだけど、青はなんかスッとね、すごいね、しっくりくるんですよね。うん。青がね、そう、ボブにしてもなんかすごいしっくりくるし、むしろお姉さんみたいに見える。さやも同じこと言ってた。そうそうそう。
似合ってもいるし、なんかそう髪切った時のなんだろうね、びっくりはするけど、なんかすごいスッと目に馴染むんだよねうんね、なんかねしっくりくるよね、似合ってる。まあもう高校3年生だよね、だから大人っぽいというか、大人っぽいも何ももう高3だからなってとこあるけど、そう。でもこれさっき話してたんだけどさ、青ってアーニャっぽいよねっていう話をさっきしてたのスパイファミリーを私は見てさ、でなんか夢も見たんだって、ゆなこも見たんだけど、そう青ってスパイファミリーのアーニャみたいだよねって、で青がさすごい言われるっていう、え見なよっつって、なんか1話5秒だけ見たとか言ってて、見なめっちゃ押しといた、見てね、うるさいだろうなってコスプレしてほしいもん、だからあのバンドでコスプレしよう、スパイファミリーのっていう話をねしてました5秒は持ってるってば、ちょっとだけ見たんだって。でもぽいでしょ、あなんか青アーニャっぽいよね、目パッチリなとこ、サーヤアニメ見ないだろうな、ちょっとサーヤにもおすすめしとこあるよね、チッチスパイ母殺し屋、アニャピーナッツ好き、アニャピーナッツが好き、人参は嫌い、アニャなんだっけ、アニャなんつうかな、かわいいんですよね、大丈夫ます、助けます、ハゲチャピン、首ちょんぱ、体ちょんぱ私2週見たから私2週見たからさ、あ、まあ、確かに青が多分青はブロッコリーが好きですが、確かにちょっとアーニャのアーニャピーナッツ好きとね似てるんだろうな、青ブロッコリーが好き、キャベツの千切りは嫌いで多分そういうとこですよね、父ずっと前から父の子供のアーナですって言うのよ、2週見たからさ、あ、そう、青はねキャベツの千切りが嫌いです、アーニャは人参が嫌いです、6つ何やの声真似難しい、可愛いからね、アーニャを知ると世界が平和みたいな
チッチスパイスパ素晴らしい心のお医者さんです。ワク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 、チッチスパイ、母殺し屋、ワクワク。少女は娯楽に飢えていた。あーにゃ、母いなくて寂しい、恋し、母恋し。母恋しい。ちょっと具体的なセリフは覚えてない、あんまり。奥様は、アーニャ、音の出ない拳銃、音の出ないピストル欲しいかな。アーニャ、音の出ないピストル欲しい。誘っても殺されない。アーニャさん、お茶を入れますね。お茶を入れますね。特訓です。何が必要か分かりませんが、何が必要か分からないので全種類買ってしまいましょう。野菜、大変恐縮なのですが、なんだっけな、大変恐縮なのですが、お命頂戴してもよろしいでしょうか、かな、なんだっけな、セリフ覚えたの忘れちゃった。ロイドさんと隣走ってて、こんなところでなんですが、結婚しませんか。こちらに売国クソ野郎、こちらに売国クソ野郎殿がいらっしゃると聞いて、大変恐縮なのですが、お命頂戴してもよろしいでしょうか。落ちませんねって、殺し屋。うん、2週目だからハマってるから、はい。なのでスパイファミリーは見てください、ぜひ。なんか何でもやってるし、11時半から、7話が配信されます。アマプラでも多分きっと。鬼滅の刃のね、胡蝶しのぶさんと声優さんが一緒なんですよ、夜さん。スパイファミリーの早見沙織さんだから、かけ狂いとかもさ、そうなんだけどね、化け物語のおののきとか、声真似しやすい
アーニャはピーナッツが好き。はい、アニメね。まあでもまだ結局ね、魔法少女サイト以降はやってないね、見てないですね。魔法少女サイトはもう昔の2018年の漫画じゃないわ、アニメなので、あれはね見る人選びますよね。うん、ちょっと苦手な人は苦手なアニメでございます。ただ面白いです。犬遊びのチワワ担当なんだっけ名前、にじみん、にじみんこと穴沢にじみでーすって言います。アニメの話はこんぐらいにしとこ。でもなんか別にあと他に何だろうな。そう、あおちゃんのアーニャが見たいっていう話と、夜さんのコスプレをしたいっていう話と、なんだろうな、やばい、みんなが分かる話ばっかしちゃうからさ。昨日も話したけど、そう、私のオタクというオタク部分はその全部出したことがないっていう話をしましたよね、昨日ね。そうなんです、そう、私の真髄はね、もっともっと奥深く奥深くに存在している。本当はもっと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 私の知らないところまで全力で初見さんこんにちは、そんなことは言ってない。いや、そう、私はちゃんとオタクなのである。でも何オタクかって言われたら、なんかそのな、ね、ネットオタクというか、いや、なんかそのあれなんだよな、結局ね、私はね今そのオタクを、私のオタク要素を沈めるために私はアニメ見てないみたいなところだから、みんなもね多少気づいてると思うけどさ、ハマったらもうその話しかしないのよ。プロセカもそうだし、スパイファミリーもそうだけど、正直これ以上喋ると良くない。私はこれ以上だから、もうできるだけ私はそのオタク話を沈めたいのよ。その話しかしないから。うん、もうね、一日を溶かすなんてザラ、見たいアニメが増えてしまった。落ち着かせてほしい。プロセカもさ、その一回そのなんだろう、別のものにはまると
一個のことに集中しちゃうから、だからだからさ、良くないんですよね。そう、なんか一つのことしか私は集中できないから、だから嫌なんですよね。ルイボスティー飲みます。プロセカぐらいしか多分言ってないと思うけど、なのでお見知りおきください。何が、うん、止まってた、あれなんでだろう、こっちは普通に配信してるな。ん？固まってる？なんでだろう。どう？見える？あれ、こっちは普通に動いてるな。うん、あった。なんだろう、たまにあるよね。環境、Wi-Fi が重いのかもしれない。小学生って効果音でデュクシって言いますよね。あれ何なんだろう、何なんだろうね。デュクシ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 、あれ何なんでしょうね。あ、何、半目で止まってた。そっかそっか。え、何、重いの、嘘、なんで。え、ごめんだけどなんでかわかんないぞ。どう？よいしょ。よいしょ。イレブンの方にしてみたんだけど、どうだい？あ、動いてる？じゃあ電波じゃないな。あー、8がもうダメなのかな。もういっか。ただこっちの11も充電はないんだよな。ね、もうあったかいからあれなのかも。限界を迎えてるのかもしれない。エイト君が。ちょっと待ってね。横にした。もし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 、見えてるかしら。横にしました、さっきのだと。何もできないから、まああとちょっと30分ぐらい歌おうかなって思ってるんだけど、どう？今日もさ
そのバンド練習だったからお歌いも歌ったんだけどさ、ちょっと気分的に今日はとっても元気なので、ちょっとでもなんか落ち着いちゃったけどね。スパイファミリーの話したら落ち着いちゃった。あやピーナッツ好き、父スパイ、母殺し屋、ワクワク、ワクワク。歌を。さて、電波は大丈夫かな。何歌おうかな、何がいいかな。なんか普段歌わないような曲がいいな。マジさ、そのいろんな歌がさ、ボカロとかも入ってるのよこの中でも歌えないからさ。なんか何がいいかな、ちょっと普段歌わない曲、ちょっと48とか坂道さんとか秋元さんのグループの曲だったら歌えるっちゃ歌える。でも私が歌えるかが分かんないだけど、リクエストカモン。なんかビビッときたの歌うわ。なんだろうな、あんまり最近歌ってない曲がいいな。でもね、あんまり歌えないんだよね48以外の曲。私申し訳ないんだけどさ、サビとかしか歌えなかったりするのよ。そう、坂道さんの曲とかもさ、サビだけでいい？サビだけとかでいいかしら。あー、ちょっと待って、いいね、それにしよう。ちょっと歌えるかわかんないけど、何度も言うけど、いいね。さっきちょっとガチ久しぶりに聞くわ。さて、読み込みが遅い。読み込みが遅い。あ、もしもし、見えてる？見えてるかな？止まっちゃった？うん。見えてる？じゃあ行きます。こんなんだっけ？ちょっと本当に歌えないかもしれない。歩道橋を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かっているはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。うーん、覚えてない。できやしない、この胸にあふれる君の思いが届いたし、真っ白な入道雲がもくもくと近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬ひるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に見つかったのはいつだろう。
てないな。いっぱい聞いてたのに。多すぎで忘れて落ちた。ちょっと待って。え、どこ？世界は愛し、どこだけだ今すぐ僕は。あれ、それが僕の。もうダメだ。あれ、なんかすごい重いな。ちょっと待ってね。どうなってる？これダメなの？ん？なんか全然動いてくれない。なんでだろう。Wi-Fi がダメ？だった。あんなに聞いてたのにね。あんなに聞いてたのに。歌えなくなっちゃった。え、ちょっと試してみようかな。でもいいや。曲一回聴いたらできるかな。春の制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで君は全力走っていくよ。風は後から追いかけていくよ。どうしてこんなに眩しいんだろう。どうしてこんなに切ない。僕はきっと恋をしている。桜舞う日差しの通学路と遠くて何にも始まらない。Wi-Fi がもう重かったのかも。はい、砂を壊します。でも知らぬ憧れの高い青春の時。
を制服スカート揺らしガードレールをぴょんと飛んで君は全力走ってゆくよ風は後から追いかけてゆくよどうしてこんなに眩しいんだろうどうしてこんなに切ない振り返ったら青春まあでもちょっといや違う青春時計は普通にあのカラオケが治ったかどうかが知りたくてさすいませんなのでちょっとふざけちゃいましたねいい曲だわうーんなんか何がいいかなあめっちゃ懐かしいの見つけたでもちょっと高いないやなんかさ高い曲低く歌わないちょっとさキー変えてみようよ何がいいかな高い曲あこれにしようちょっと原曲からマイナス2とかにしてみ歌ってみよう聞いてください原曲マイナス2のこちらそれが音質が音質が悪い音取りづらドキドキが暴れてる胸の内側から破るように君のこと好きなんだ誰にも言えなくて我慢してた意味なく全力で走るわけもわからずに叫んで心に住み始めた変なものとどう付き合えばいいのだろう恋はエイリアンなのかまさか初遭遇体のどこかで気配がする自分と違う何かがいる恋はエイリアンなのか地球外の生物いつの間にか共存している感情は片思い低いね低いというかちょうどいいね歌いやすいわキュンキュンが止まらない息が苦しくなる熱い鼓動を教室に待っていた切なさに影ができたあいつも好きだって聞いた絶対負けないとつぶやく根拠ない自信とその願望は木々を揺らす風になった君はウイルスみたいに僕を蝕んでく昼間の悪夢にうなされてる愛した僕がいけないんだね急に熱を上げるよ知らぬうちに探し求めてワクチンは両思いいいね歌いやすいわちょっと盛り上がりに来てる誰かから移された移された僕は何と戦えばいいいつかはわかるさ恋はエイリアンなのかまさか初遭遇体のどこかで気配がする自分と違う何かがいる恋はエイリアンなのか地球外の生物いつの間にか共存している感情は片思いの何かがいるですか いるでしたちょっとさ一個思いついた低めのこれ聞いてみたい
3ぐらい下げていい気がするんだよな。ちょっと低めのこの曲聞いてみたいので、ちょっとマイナス3のこちらやっていこうと思います。かっこいいと思うんだよね。 Hey what's up なし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  Hey what's up カモンレッツイオーナー Hey what's up なし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  Hey what's up刻み髪を I love you that's all I knowちょっと当てないうちに見違えるくらいルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。だってあの頃はまだポニーテールシュシュ声なんかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り夢も現実もボーダーレスにしてしまう。心も体も揺らめて踊ろう君のルマルマルマを I have the luma 嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。恋のルマただの噂だろう。分かっていても気になるんだ好きになったんだ。でもハモリは Hey what's up なし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  Hey what's up カモンレッツイオーナー Hey what's up なし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  Hey what's up 刻み髪を I love youYou know me, that's all night long 僕が知ってる君は前髪パッツンでスカートひるがえしながらいつも走ってた。髪の色も変わっていくつ恋をしたの。ダンスフロー忘れ違った時にいい匂いがした。ここに来る何々があったのか大人になるってそういうことだって思う。ハートするくらいに気に入って軽だ。そんなルマルマルマを受けちゃったのはそれもどれもこれも生々しいキスマークだ君の人生だ。だからルマルマルマをめげたうま僕が引き受ける。いつかきっと届くだろう未来も過去も。でもハモルママイナス3です。ちょっと音質が悪いけどね、うん、ベースの低い音がかっこいい。君のルマルマルマを I have the luma 嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば信じられるかな。恋のルマルマルマをルマ has it love ただの噂だろう。分かっていても気になるんだ好きになったんだ。でもハモルマWhat's up? なし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  Hey, what's up? Come on, let's do it all night Hey, what's up? なし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  Hey, what's up? 刻み髪を I love you, you touch all night long イエーイ。かっこいい。この曲ね、めちゃくちゃ高いんだよね。君のルーマルーマルーマぐらいだからさ、高いからさ、ちょっと低くしてみたわ。じゃ逆にね、ちょっと高音でもやってみようよ。まあでもこの曲別に全部低いわけじゃないからな。ちょっと無駄に高くするか。いや、プラス3にしよう。
下手打たない方がいいわ。で今日ラスト、逆にプラス3でいきます。こちら高っ、高っ、キンキンしてる。なぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま、クラスメイトの一人で変わるくなんてないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、風はやがて吹き始めて、何か思い出したように、裏の団地のベランダで洗濯物も濡れてる。地球は回っているから、季節はまた巡るだろうね。君を何度も好きになって、何度も切なくなるんだ。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、制服の肩に桜の花びらが持っていた。僕がそっと指でつまみ君にあげた。春がどこからやってくるか、ついに見つけたよ。好きになってる、どういうきっかけかなんていつだって覚えていないし、少しずつ惹かれてくた自分ちゃんと見ていたかったのに、見上げた桜はいつの満開だよ。気づいたら恋できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、春一番だ。高いね、サビ高い。春どこやっぱ元気が一番ですね。イエーイ。
歌い切ったわ。これキープラス3、カラオケでいうところのプラス3な。あの 1.1 音と半音全 1.5 音上げてる。ドだったらミのフラットになってるぐらい。ドドドドドレミファソファミレドダララ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 の音、あーあーあーぐらい。 1.5 音。高いね。はい、ということで、ちょっと音質悪かったけど、なんかね、電波悪かったね最初。Wi-Fi が重かったみたい。まあ土曜日だからね。すいません。見てくれてありがとうございます。明日の配信は、明日公演あるからさ、どうしよう。公演終わってぐらいの時間になるかな。まだちょっと決めかねてます。はい。ちょっと、世界には愛しかないわ。一回聞いたら思い出すから、聞いとくわ。思ったより歌えなかった。タラ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 、できやしないしか歌えなかった。タラ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 だよね確か。ちょっと今めっちゃ音痴だった。世界には愛しかない、今すぐ僕は君を探しに行こう。ダダ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 ダ。やっぱもうだって3、4年前ぐらいだよな、聞いてたの。一番よく聞いてたの加入前とかだからな。よし、そんな感じでね、他にもいろんな曲歌いたいんだよな。何度目の青空か青春を、だっけ。そう、何度目の青空かとかもさ歌いたいんだよね。でも寂しか歌えないんだよね。 A メロ、タタ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 タ。お、あ、意外と意外とそう、結構聞いてたりはする。ありがとうございます。ということで壇上読みましょう。来てくれてありがとう皆さん。13位ケイさん、12位シンチャロスさん、11位ペロさん、10位突破球さん、9位シンイチさん、8位イヌくんさん、7位ヒロシさん、6位イチタさん、5位コタツネコさん、4位ヨシさん、3位トウゴさん、2位ヒヨリゲタさん、1位タカオイちゃんさん。ありがとう、ギフトもありがとう皆さん。ね、お歌ちょっとね楽しく歌わせていただきました。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバイ。トト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